ます、ほぼ日刊社長のネタ帳、本日は、期待しないというテーマでお話したいと思います、昨日ある経営者と会いまして、社員に期待をしたらスコーンと裏切られたと、社員というのは、信用して使うべき、信頼して任せていくべきなんだけども、期待しすぎはいけないねという話で、盛り上がりました。私は性善説なんですけれども、やはりそうは言っても、相手には相手の事情があります。こちらが期待したからといって答えてくれるわけではありません。であれば、期待しすぎない、信用はする、この辺の線引きを社長のドラの中に